皆さんこんにちは。国民民主党代表の玉木雄一郎です。いよいよ昨日から衆議院選挙が始まりました。今回なんで選挙をやってるんでしょうね。覚えてます皆さん。それは自民党の裏金問題。それで岸田総理が総理を続けられなくなって、自民党の総裁を変えようと。選挙をやって、衆議院も出て、選ばれた石破さんが新しい総理大臣になって、内閣ができて、ボロが出ないうちに解散やってしまおうということでやってるのがこの選挙ですよ。自民党による自民党のための選挙になってませんか？今日、県内の皆さんに、私は今回の衆議院選挙の争点、これをお伝えに参りました。今回の争点、すごくシンプルですよ。自分の懐を豊かにするような政治家を選ぶのか、それとも国民の懐を豊かにする政治家を選ぶのか、もうこれです。皆さん、当然皆さんは国民の懐を豊かにする政治家を、政治を選んでいただけると思います。私、国民民主党代表の玉木雄一郎です。10月9日に石破新総理と10分間、党首討論をやらせてもらいました。立憲民主党の野田代表が40分、維新の馬場さんが20分、共産党の田村さんが10分、そして4番バッター、私が10分、石破さんと党首討論をやらせてもらったんですね。あ、もうちょっと議席が増えれば、10分が15分、20分に伸びますので、今回皆さんよろしくお願いしますね。それで、その10分間の中で私が石破さんに聞いたのは、この衆議院選挙で、誰に渡したかもわかんない。何に使ったかもわかんない。でも、1円の税金も払わなくていいようなお金を何十億円と使って、この選挙をやるのか。つまり、政策活動費という極めて不透明なお金を使って、こんだけの政治不信を招くときながら、またそんなおかしなお金を使って選挙をやるんですか？石破総理。今回の選挙では、この使い道を全く明らかにすることが求められていない政策活動費なんか使わずに、堂々と選挙やりますね。私が聞いたのはこの質問でした。当然、自民党を変えることを期待して誕生した石破政権ですから使いません。そういう答えが返ってくると期待してましたが、なんと石破さんの答えは使います。これは大きく期待を裏切るものでした。結局誰がやっても自民党は変わらないんだなと、私自身残念な気持ちになりました。この自民党の総裁選挙中も9人もの候補者が出ていろんなことをおっしゃってました。河野太郎さんは裏金を返還させる、言ってました。それに対して、石破さんが、どこに返還するんだ。まあ、そんなやりとりがありましたけど、私二人とも、的が外れてるなと思いましたよ。返還する先は、たった一つ。税務署ですよ。税金を、本来なら払わなければいけないお金を何千万も払ってなかったんでしょ。どっかに
赤十字に持っていくとかどっかじゃなくて、まずそのお金は、延滞税と重加算税に揃えて、税務署に持っていけってことでしょ、皆さん。だって国民の皆さんは一人残らず納税の義務かかってる。でも一部の自民党の政治家は、何に使ったかわかんないよ。まあ、堀井和夫さんなんかは、もうやめましたけど、サウナに行ったりね、自分がスーツ買うのに使ってるんですよ、そのお金を。そんなのは、当然、課税対象所得で、税金払ってから、サウナ行ってくれって、当然でしょ、皆さん。ただで税金払わなくて、サウナ行ける人、こんなかいないでしょ。そういう、一部の、議員だけに認められているような、特権的な税制を、皆さん、もうやめませんか？バカバカしいじゃないですか。で一方で、私たちは今回、国民民主党の主要政策として、手取りを増やす経済政策というのを掲げているんです。これ私今、全国で訴えてますけど、なんで私たちはこの手取りを増やす経済政策を訴えているかというと、今私も申し上げたように、政治と金の問題、自民党の問題はひどいんですよ。でもね、もうひどいっていうのは、皆さんも分かってると思う。同時に私は、国民の皆さんが期待しているのは、じゃあ自民党はダメだったら、野党はどんな政策で、自分たち、私たちの暮らしを良くしてくれるんだ、どんな政策を打ち出してくれるんだ、これもまた、国民の皆さんは、今度は厳しく、野党の皆さんに求めていると思うんですよ。だから私たちは、おかしいことはおかしいと言いますよ。でも、ただ冷えしてるだけだと、国民の暮らしは良くならないので、私たちは具体的な経済政策として、手取りを増やす経済政策を、今回堂々と掲げて、選挙を戦います。具体的に言うと、減税と、社会保険料の軽減と、ガソリン代、電気代を下げて、皆さんの手取りを具体的に増やしていきます。で、減税する、社会保険料を下げるというと、日本人のね、多くの人真面目なんで、いや、浜田さん、国民民主党はね、そう言うけど、今国はいっぱい借金があって、そんな減税なんかしたら、もう国は破綻してしまうんでしょ？大丈夫なんですか？真面目なんでね、そういう質問を受けるんです。皆さんの中にも、そう思っている方いるかと思います。でも大丈夫です。私たち国民民主党は、非現実なことは言いません。少し頑張れば、実現できるような、手の届く、現実的な、そして、効果的な経済政策を打ち出している唯一の野党だと思っています。私は財務省、大蔵省にいたので、財政金融の話で無責任なことは言いませんから、できることを言います。今から具体的な数字言いますね。今年の8月、2ヶ月前ですよ。皆さんの賃金、まあ、民間で頑張って、今、税の賃金上がってきてますが、物価上昇も結構高いので、実質賃金がなかなかプラスにならなかったんですね。でも、ボーナスが結構上がったんで、6月、7月は、もう本当に久しぶりにプラスになりました。でも、ようやくプラスになった実質賃金がまた8月3ヶ月ぶりにマイナスになっちゃった。で、同じ月、消費支出といって皆さんが物を買ったりね、いろんなものをお蕎麦食べたり、あるいは買い物行ったりしたこの支出のお金も8月、去年の8月に比べてマイナス 1.9% 減っちゃったんですね。で結構今ちょっと良かったんですけど、また経済厳しくなってるんです。ここで問題です。じゃあ、国の懐、まあ国の税収ですね。税金が国に皆さんから払っていただいて入ってきてますけども、今年8月の国の税収、去年の8月に比べて増えてると思いますか？減ってると思いますか？はい、ありがとうございます。増えてるんですね。で、どんだけ増えてるか。25.8% も増えてるんです。この中で皆さん、1年間でね、お給料が、あるいは年金が、
2割以上増えた人います？いたら手を挙げてくださいよ。めったにいないでしょう。でも一人もいないじゃないですか。いないんですよ。つまりね、何が言いたいかというと、皆さんの暮らしは、まあちょっと給料が上がるようになったからといってそんなに楽じゃない。でも、国の税収は1年間で2割以上増えてるんですよ。で、来年はプライマリーバランスという一つの国の財政の健全性を表す必要が黒字になるんですよ。まあいいことなんだけど、でも、国民生活を犠牲にして、国だけどんどん税収が入ってきて豊かになっても意味ないじゃないですか、皆さん。私たち国民民主党は、政治の役割は、国の懐を豊かにすることではなくて、国民の皆さんの懐を豊かにするのが政治の仕事だと思ってるんです。違いますか、皆さん。だから私たちは、増えた、つまりね、インフレと円安と賃上げで、一番勝ち組になってるのは国なんですよ。だから、その増えた、もっと言うと予定よりも、取り過ぎてる税金は、適切に皆さんにお返しして、減税と社会保険料の軽減によって、皆さんの手取りを増やす経済政策をしたいし、これはできるんですよ、ちゃんと。そうすると、手取りが増えたら、消費が増えて、企業も物を作ったら売れるようになって、企業業績も上がって、利益も上がって、また賃上げができるようになって、まさに好循環が回るんです。今この好循環、好循環って国は言いますけど、ようやく民間の努力で賃上げができたのに、その好循環を止めてるのは国なんですよ、皆さん。せっかく賃金が上がったのに、税金と保険料で取り上げてるから、手取りが増えなくて、消費が増えなくて、企業業績も上がらなくて、もう来年の賃上げは無理だってなってるんですね。この好循環をきちんと回していく、その政策が、国民民主党の手取りを増やす経済政策。二つだけ具体的に言います。一つは、さっき豪子さんも言ったように、たくさん万の金になるんですよ。学生の皆さんいます。あ、大丈夫ですよ。ゆっくりやってくださいね。はい。たくさん万の金。これはね、たくさん万円以上働くと、ここから税金払わなきゃいけなくなる。で、大学生でバイトしてる人は、はい。103万の壁。ここから話しますね。103万の壁っていうのを皆さん聞いたことあると思いますが、ここまでですね、働くまでは税金かかんないんですけど、103万超えて働き始めると、ここから税金かかります。で、学生の皆さんで、バイトなんかやってる方はわかる。あ、ちょっと。バイトなんかしてる人はわかる。あ、です。です、です、です。です、です、です。はい。バイトしてる方はですね、わかると思うんですけれども、自分が税金を払わなければいけない基準であると同時に、お父さんお母さんの扶養に入っている人は、扶養から外れちゃうので、お父さんお母さんの税負担も重くなっちゃうんですよ。なので、まあ、せっかく最低賃金が上がったりね、あるいは時給が上がっても、103万気にしてこれ以上本当は稼げるのに、稼ぐことを抑えている方はいっぱいいます。で、実はこの103万円ができたのは、1995年、今から29年前、約30年前なんですよ。で、この基準をずーっと同じにして、いくら最低賃金上げたって、この壁があるとそれ以上働けないじゃないですか。だから、本当はもっと豊かになれるのに、もっと稼げるのに、それを妨げてる古い税制がほったらかしになってるんですよ。こういう古い税制を改めることによって、もっと皆さんは豊かになることができます。で、これは、103万とかで働いてる人だけじゃなくて、すべての人に関係してるんですね。つまり、控除額を上げるってことは、皆さんがまず稼いだお金からその控除額を引きますから、課税対象所得が全員縮むので、皆さんにとって減税効果があるんですよ。で、私たちはこの103万を、178万円まで 1.7 倍にしようと思ってます。なぜかというと、1995年から今まで最低賃金は 1.7 倍になってますから、それに合わせて、この103万の壁も178万円まで引き上げていきたいと思います。
これめちゃくちゃ現実的です、これ。で、実はこういう調整は、アメリカも、オーストラリアも、インフレと賃上げに合わせて、どの国もやってる。やってないのは日本だけです。で、残念なことに、こういう世界中で当たり前の税制をきちんとやれと言ってるのが、日本の中では自民党も言ってなければ、実は野党も言ってなくて、国民民主党だけなんです、言ってるの。だから、ここからお願いなんですね。2枚目の投票用紙には国民民主党と書いてもらえる。我々、宮城県内では、選挙区では候補者立ててないんで、それは野党の候補選んでください。ね。でも2枚目の比例区の投票用紙には、ぜひ国民民主党と書いていただくと、今私が言ったような、具体的な皆さんの手取りが増える経済政策が、より実現する可能性高まりますから。もう一個言いますね。50年前にできたんです。これはね、皆さんのガソリンにかかっている暫定税率という増税分なんです。これは1974年に最初2年間だけちょっと道路を作るために2年だけ増税させてくださいねって言ってガソリンに上乗せして今リッター25円10銭上乗せで増税して税金取ってるんですね。軽油だと17円10銭。これも最初は2年だけだったのにもう50年やってるんですよ。で、道路を作るためって始めたのに、今はもう道路以外何使ってか分かんなくなってるんですよ。だったら、一旦こういう古い税制もやめて、皆さんのガソリン代25円10銭下げませんか？そうすれば、車乗ってる人はもちろんガソリン安くなるのと、乗ってない人も聞いてください。ガソリン代は、すべての物流コストに乗っかってますから、今物価高騰で高いでしょ、全部。これが25円10銭下がれば、物流コストが下がって、物の値段が下がります。一番のインフレ対策、物価高騰対策になるんですよ。皆さん、改めて申し上げます。今回の選挙の争点は、もうね、一部の自民党議員だけ、もう無税でお金使い放題みたいな、特権階級に認められるような税制の優遇措置、これもうやめませんか、皆さん。同時に、30年前に作られた103万の壁、皆さんがもっと豊かに、もっと稼げることを妨げているような古い税制やめましょう。50年前に作られて、最初は2年だけ道路を作ると言って始めたのに、もう50年も増税しっぱなし、道路以外にも使いっぱなし、そんな古い税制をやめて物価下げましょうよ。暮らしをもっと楽なものにしましょうよ。こういう政策をきちんと打ち出しているのが国民民主党なんです、皆さん。もう一回言いますね。宮城県内では選挙区に国民民主党立ててないので、2枚目の投票用紙に国民民主党と書いてもらいたい。で、1枚目は野党に入れてください。そのことによって、政治と金の問題に決着をつける力をぜひ野党に与えてもらいたい。ただその中でより具体的な経済政策を掲げて皆さんの手取りを上げようと具体的に現実的な経済政策を訴えているのは国民民主党だけなので2枚目はぜひ国民民主党と書いてください。私たちは頑張る人が報われる社会にしたい。何もせずに、使い道も明らかにせずに、どこ行ったかサウナ行ったかなんかわかんないけど、何十億も、一円も税金払わないで使い放題。先進国日本でまだこんなこと残ってるんですよ。もうね、デタラメやめましょうよ。同時に、暮らしを、皆さんの生活を、手取りを、増やす、良くしていく。そんな税制改正を、ぜひ、私たち国民民主党に、やらせていただきたい、と思っています。私たちは、頑張って就職して真面目に働いたら、ちゃんと給料が上がる。望めば、結婚も、子供を持つこともできる。そんな、当たり前で、何気ない幸せを、しっかり掴むことができるような社会を取り戻したいと思ってます。だから、皆さんと一緒にこの選挙で変えていきたい。力貸してください。
皆さん一人一人は小さな一票だと思っているかもしれませんが、皆さんの一人一人の力は大きいんですよ。皆さんの力なくして変わらないから。だからこの選挙を通じて一緒に変えていこうじゃありませんか。一緒にどうか動いてください。皆さんの力を結集して日本を変えていく、社会を経済を変えていく、そんなきっかけとなる選挙にしていきたいと思いますので、どうか私たち国民民主党、特に2枚目の投票用紙には国民民主党と書いていただき、豊かで誇れるそんな社会を子どもたちや孫たちの世代にしっかりと残していける、そんな日本にしていきたいと思いますので、どうぞ皆さんのお力添え、一票託していただくことをお願い申し上げまして、私玉木雄一郎、国民民主党代表玉木雄一郎からの訴えとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。